三重県紀北町の矢口湾の養殖場では、去年9月に種付けされた青さのりが育ち、夜明け前から収穫作業に追われています。厳しい寒さの中、網にびっしりとついた青さのりを、摘み取り機を積んだのりべがと呼ばれる小舟で、網の下をくぐって次々と刈り取っていきます。作業場に運ばれた青さのりは、丁寧に水洗いした後、水分を取って敷き詰め、6時間ほど乾燥させてから出荷されます。生産者によりますと、今年は水温が高かったため生育が遅く、収穫作業は例年より遅れていますが、色や香りは良く、品質は高いということです。収穫作業は4月下旬まで続きます。